上、川内駅は、鹿児島県薩摩仙台市五両下町にある必殺、オレンジ鉄道線の駅。駅番号は、OR27。川内駅や川内側の上部に設けられたことが由来。古くは、こちらが川内であり、川内駅のある川内側南岸は、川外と呼ばれていたという、相対式ホーム2面2線の地上駅。鉄筋コンクリート製の駅舎がある。 近隣に県下有数のマンモス校である鹿児島県立川内高等学校があり、朝夕は通学生で大変混雑したため、朝夕ラッシュ時を中心に当駅から西鹿児島駅方面への折り返し列車が多数運行されていた。1952年に建築された比較的大きな駅舎が建っており、国鉄時代は駅長事務室と鉄道小荷物窓口、 出札窓口が設けられていたが1983年に無人化され以降は小荷物窓口や出札窓口は大型掲示板などで封鎖されている。このため JR 時代は改札口に隣接している小さな部屋に JR 券発売コーナーと称した簡易出札窓口を設けていて平日と土曜のみ駅かかり1名が隣の川内駅より 除菌扱いで派遣されていた。有人時間帯は改札口には簡易ボード式の発車時刻表が設置され、窓口では休日祝日と夏休み、冬休み、春休みなどの休校日を除いた平日の朝から夕方に限り、駅係員が定期券、常備券、補充券を手売りで発売していたが、二千四年三月十三日の日殺オレンジ鉄道への経営移管後は、 行われていない。経営移管以降は発車時刻表は撤去され、窓口も閉鎖された。元の駅長事務室跡には、電気治療院が入居し、実質的な駅舎管理を行っていたが、管理者の死去に伴い電気治療院は2018年に閉鎖され、それ以降は空き家状態になっている。また、臨時窓口だった部屋は必殺オレンジ鉄道社員の待機所として使用されている。 当駅と川内駅の間には約250メートルの長さの川内側橋梁が存在するため台風などの悪天候や自然災害発生時は川内方面列車は当駅で折り返し運転をすることがあるその場合は臨時に駅係員が配置される近隣に新田神社があるため JR 九州時代の当駅の駅名表には 新田神社の鳥居を模したオブジェを用いたユニークな駅名標が使用されていたが、被殺オレンジ鉄道に移管され、ホームがかさ上げされた際に撤去された。2019年度の1日平均乗車人員は107人で、ある。ありがとうございます。